旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のジュミーです。今日はシンガポールの美味しいレストラン15選をお届けします。近年日本からの海外旅行でも人気なのがシンガポールです。コンパクトなエリアの中に様々な観光スポットが点在しています。そしてシンガポールにはあまり知られていない美味しいグルメがたくさんあるんです。旅行に行く前にしっかりと人気のレストランをチェックしておきましょう。今回はシンガポールのグルメを味わい尽くす美味しい人気のレストランを15選でご案内させていただきます。まず最初にご紹介するのはバナナリーフアポロ。バナナリーフアポロは観光客の皆さんだけでなく地元の方々にも人気のお店。大勢のお客さんでいつもにぎわっています。このお店の名物なのがフィッシュヘッドカリー。名前の通り魚の頭が入ったカレーです。白身魚の頭部がドカンと丸ごと使われます。美味しいのはもちろんですが見た目のインパクトもなかなかのものですね。味付けは南インド風カレーになっています。店内は結構広く2人や4人用のテーブルもあるのですが、スペースを占めているのが大きな長テーブル。2人でも4人でも長テーブルに座っていきます。当然相席になる確率も高いですが、それは覚悟していきましょう。次にご紹介するのはジャンボシーフードリバーサイドポイント店。シンガポールを旅行したなら一度は食べておきたいのがボリューム満点のチリクラブでしょう。チリクラブをメニューにしているお店は数多くありますが、その中でもジャンボシーフードリバーサイドポイントは川を眺めつつ食事ができるという人気のお店です。手や口の汚れを気にせず豪快にいただくローカルフードです。新鮮なカニと絶品チリソースの組み合わせ、一度食べたら必ずリピーターになってしまうでしょう。トマト、卵、ピーナッツがブレンドされたチリソースは辛いだけではなく酸味や甘みも感じられ絶妙の美味しさです。次にご紹介するのはチーズ&チョコレートバー。シンガポールのランドスケープになっているマリーナベイサンズ、そのホテルでチーズとチョコレートのバイキングがいただけます。チーズとともにチョコレート系のスイーツが堪能できますね。夜景も美しいのでデートに訪れるのもグッドでしょう。地上200メートルに位置する有名なインフィニティプールの脇にあるのがザ・チーズ&チョコレートバーです。毎晩20時から24時までの間の開催になっています。予約すれば宿泊客じゃなくても入れます。席について飲み物を決めればあとはバイキングスタイルです。思いっきり極上のスイーツを楽しみましょう。次にご紹介するのは328カトンラクサ。シンガポールの日常食であるラクサとはちょっと辛めのココナッツスープで作った日本のラーメンのような料理になります。かなりの独特な風味なので好き嫌いがはっきりと分かれそうですが、なぜかまた食べたくなってくるんです。328カトンラクサは主要な観光地から離れたところにあり少々不便ではありますが、本格的なラクサを味わうにはおすすめのお店ですので、ぜひ一度328カトンラクサを訪れてシンガポールのラクサを味わってみてください。案外ラクサの風味にはまってしまうかもしれませんね。次にご紹介するのはソンファバクテー。店名にもあるバクテーは骨付きの豚肉をニンニクと漢方や胡椒などのスパイスで煮込んだスープ料理です。シンガポールの代表的なソウルフードの一つですね。ご飯との相性もバッチリなので日本人の口によく合います。ソンファバクテーのバクテーは特に人気のメニューで地元のお客様も多いです。スープは何杯でもおかわりできるのが特徴ですね。シンガポールにバクテー専門店は山ほどありますが、地元の皆さんやシンガポール通の旅行者の方々から支持を受けている名店が1969年創業のソンファバクテーなんです。次にご紹介するのはチャターボックス。シンガポールではソウルフードとして親しまれているのがチキンライス。そのチキンライスの人気店なのがチャターボックスです。シンガポールの高級ホテルの一つがマンダリンホテル、その5階にお店を構えているのがチャターボックスです。これまで様々な賞を受賞した有名店。一般のチキンライスとは次元の違う料理が味わえます。場所柄なのか価格設定はかなり高めになっていますが、納得の美味しさを体験できますよ。予算に余裕があってゆっくりと落ち着いた食事がご希望なら最適のレストランですね。
次にご紹介するのはティエンティエンハイナニーズチキンライス。シンガポールで大人気なのがご当地グルメのチキンライスです。ティエンティエンハイナニーズチキンライスで食べられるチキンライスをはじめとするさまざまなフードは通をうならせるほどの美味しさと評判なんです。メインはチキンライスですが、いろんなサイドメニューもあって充実しています。日本のガイドブックに掲載されているばかりでなく、海外の旅行サイトやテレビでも取り上げられています。地元の皆さんだけでなく世界中の観光客も殺到するので行列は当たり前。行列を避けるなら開店直後が狙い目です。次にご紹介するのはヒルマンレストラン。ヒルマンレストランでいただくペーパーチキン。世界的に有名なシェフからも三つ星の価値ありと絶賛された、まさにシンガポールのご当地グルメです。注目のペーパーチキン、まずは骨のない鶏肉をじっくりと特製のタレに漬け込みます。しっかりとタレが肉に染み込んだならぶつ切りに。あとはパラフィン紙にくるんで揚げるだけなのでシンプルな料理です。美味しくペーパーチキンをいただくなら、とにかく熱々の状態で食べてしまうこと。冷めるとパラフィン紙が鶏肉にペタッとついてしまうので美味しさが台無しに。他の料理がテーブルに出ていても、まずペーパーチキンから食べてしまいましょう。次にご紹介するのはメイヒヨンユエンデザートチャイナタウン店。メイヒヨンユエンデザートはふわふわの巨大かき氷が人気のお店です。シンガポールではよく知られているスイーツのお店ですね。おすすめのかき氷はかなりビッグなので数人でシェアしてもいいかも。メイヒヨンユエンデザートのかき氷はメニューの種類は多すぎるほどの豊富さで、慣れた方でなければ絶対に迷ってしまいます。かき氷の他にも温かいスイーツもたくさんありますので、お好きなものをどうぞ。まず入り口のレジで支払いを済ませ、ベルを持って座席で待ちます。ベルが光れば商品を取りに受け取り口に、自分で取りに行くセルフシステムです。次にご紹介するのはヤムチャレストランチャイナタウン店。美味しいヤムチャをいろいろ食べるとお値段も予算オーバーになってしまうのがシンガポール。そんな中、リーズナブルで楽しめるヤムチャがヤムチャレストランなんです。お手頃価格のランチメニューは何を頼んでも価格以上の美味しさです。メニューも写真付きなので、食べたい料理を間違えることなく注文できますね。定番の小籠包やエビ餃子にニラまんじゅうなど、どれを食べても納得の美味しさです。平日はメニューを見ながらの注文になりますが、週末のランチはワゴンサービスが回ってきますので、料理を見ながらチョイスできます。次にご紹介するのはレッドハウス。辛いフードが好きな日本の方ならチリクラブ&シーフードはいかがでしょうか。シンガポール旅行には欠かせないのがレッドチリクラブ。シンガポールの名物になっています。レッドハウスは外の景色を楽しみながら辛くて美味しい食事も楽しめます。チリクラブで有名なお店、ぜひチャレンジしてくださいね。ボリューム満点のチリクラブですので、オーダーの際にはスモールと強調しておきましょう。そしてチリクラブのカニは自家ということなので、値段の確認もお忘れなく。それとウェットティッシュも必需品ですよ。次にご紹介するのはブルージンジャー。シンガポールで伝統料理やローカルフードが堪能したいなら、プラナカン料理店のブルージンジャーに行きましょう。ニョニャ料理とも呼ばれる料理で、個性豊かな味付けが特徴です。主要の食材としてチリ、ブラチャン、ココナッツミルクを使います。ですが地域によって微妙に調理法が異なっているそうです。マレーシアが原点のプラナカン料理はタマリンドなどの酸味の効いた食材がよく使われ、タイ料理の影響が感じられます。シンガポールとマラッカが原点のプラナカン料理ではココナッツミルクが多く用いられ、インドネシア料理の姿が見えますね。ブルージンジャーで味わってみてください。次にご紹介するのはブントンキー。ブントンキーで食べることのできるチキンはとにかく柔らかくてしっとりとしています。優しくて飽きのこない味付けはとてもシンプルで美味しく、いつもお客さんでにぎわう人気のお店です。ピラミッド型に盛り付けされるライスは鶏スープで炊いたもので驚く美味しさ。メインのチキンはお好みのタレで食します。ドリンクの方もハンドメイドのバーリーとライムジュースがおすすめ。シンガポールの暑さとチキンライスによく合います。お店はとっても庶民的なのですが、清潔感にあふれています。シンガポールでは6店舗以上展開していて、台北にも支店があるそうです。次にご紹介するのはスープレストラン。シンガポール旅行でご当地グルメの一番人気がチキンライス。
そしてそれに並ぶチキン料理が在住日本人の皆さんの間で人気となっているジンジャーチキンです。誰もが認める人気店スープレストランでいただきましょう。有名なチキンライスに対して隠れメニュー的な存在のジンジャーチキンですが、そのメニューで大成功したのがスープレストランなんです。現在ではシンガポール国内においても10店舗以上展開する人気店になっています。シンガポールの皆さんからも絶大な支持を受けています。最後にご紹介するのはヤークンカヤトースト。シンガポールの朝食といえばカヤトースト。カヤジャムをトーストにつけていただくシンガポールのローカルフードですね。カヤジャムとはココナッツミルク、卵、砂糖にパンダンリーフで香りと色付けをしたシンガポールのジャムです。ヤクンカヤトーストはシンガポールだけでなく国外にも店舗展開をするシンガポールでは誰でも知っている有名店。ヤクンカヤトーストには様々なタイプのカヤトーストが揃っていますので、いろいろ試してみてください。日本人が初めて食べたら甘すぎる感じがするかもしれませんが、しかし不思議とやみつきになっていくんですよ。今回はシンガポールの美味しいレストラン15選ということで、シンガポールでおすすめしたい人気のレストランをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。ソウルフードのローカル店から高級レストランまで、シンガポールには様々な食のスペースがあります。観光の合間にでもいろいろ食べ歩いてお好みのフードを見つけてください。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。